はい、こんばんは、島津です。皆さん、本日は新しいフリーホラーゲームで遊んでいきたいと思います。タイトルは、エンティティルームといったゲームになります。物語としては、謎の地下室に、封印されて研究を行われている存在、エンティティっていうのがいるんですけど、まあ、そいつのね、世話係をするっていったゲームになってるみたいです。はい、始まりましたね。これが主人公みたい。うん。で、扉はね、開かないっぽいですね。うん。F でフラッシュライト。はい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 。開かない。どこにいるんですかね、その謎の存在、エンティティは。ここ?ここっぽいな。まだ一応下はありますけど、ここ?開かない、ここも。でもなんか引きずった跡があんね。うん。エンティティが入ってた貨物なのかわかんないけど、ここにもあるわ。引きずった跡が。で、ここが一番最深部。地下ですね。014。0、なんじゃあ、なんじゃあ。014って書かれてます。はい。開いた。パソコンがありますね。ああ。交代制だ。うん、交代制で、ここに待機しとかないといけないみたい。パソコン。うんうん。テレビ。テレビじゃない。監視カメラ。自分がいるとこが、ここだ。オペレータールーム。うん。エンティティルームって書いてあるわ。めっちゃでかいね、ここだけ。あとは?誰かいるね。人がいるわ。あ、ナイトカメラがある。うん。これ餌ですかね、もしかして。ここに閉じ込められてる人は。ルームには?ルームには、これ死んでる?いや、寝てるんだ。ベッドぐらいね、用意しなさいよ。ね、簡易ベッドでもいいから。かわいそうに、地べたに、硬い地べたに寝せられて。この人も、もう疲れ果ててますね。はい。とりあえず、今、3人の人間が、ここに閉じ込められてます。うん。エンティティルーム。あ、エラーが出るわ。見れない。一応カメラがあるっぽいけど。はい。E メール来てる。これ、どうだろう?長いのかね?文章的に。ERF。長いね。まあ、翻訳できる範囲で翻訳しておきます。はい。で、マットからの、うん、連絡。なんか文章的には軽めな感じもしたから、同僚の可能性がありますね。で、これどうすんだ?ドア開けんの?いや、待って待って。ドア開ける前に色々調べてきましょうか。あ、ここも開かないんだ。結構厳重にしてある。なんだ?プリーズピックアップ、モップ。はい。モップ取ったけど、掃除はできないね。うん。臓物が入ってるわ。だから、やっぱね、エンティティの餌だ。こいつら。うん。
エンティティが殴ったんでしょうね。入る前に。すげえ力持ってそう。え、これ見に行くの？多分、あれだ。中に掃除しに行けっつってんじゃないの？いや、あれだ。モップ取ったらね、コンピューター選択できなくなった。ちょい待って。一応ね、モップは置ける。開けてから持つんですね。とりあえず開けましょうか。ああ、そんな感じ？ああ、見て見て。直結してる、こっから。だからこっちを開けたらエンティティが餌を食べれるっていう仕組みっぽい。開けちゃった。どうなる？あ、やべ。オフラインだって。叫び声が聞こえた。ん？なんだ？なんだ？じゃあ、ちょっと開けてみよっか。どうなってるか。部屋が。さあ、中は？うやーん。ぐちゅんぐちゅんしてる。ああ、そういう感じね。掃除？あ、いける？クリーン。なんだ、ファースト。ボディーファースト。ん？ああ、まず、臓物を取って、ここにペッて、ペッてしなさいって、ことっぽい。手で取んの？ うーん。生温かい。生温かい。よいしょ。これで、キュッキュ吹くと。ああ、なるほどね。オッケーオッケー。はい。綺麗になったんで、それじゃあ、戻って、閉めましょうか。これあれだ。エンティティのドアを開けることはできない。ここだけだ。あくまでも操作するのは。これさ、あえて、あ、開かない？あ、違う。同時に開けられないんじゃない？あ、違うか。中に人がいるから、開けることができないんだ。じゃあ、イン、お？できないの？あ、ダメなの？ちょい待って。やることやったと思うんですけど。あ、メール来てる、メール来てる。じゃあ、一旦閉めて。次は誰？マットから。グッジョブだって。そして次は、また、ぶっ込めってこと？いや、ぶっ込めない。一旦戻れってことですかね、これは。一旦上に。それか寝るか。あ、寝るだ。定期的に食事は与えないといけないみたいね。一気に与えるんじゃなくて。食事時みたいなんで、起きます。で、あれ待って。暗くなってんだけど。つかないよ、電気。どうした？まずいな。反乱が起きそうな気配がする。どうした、どうした？マットから来てる。パワーフェイラー。パワーが落ちたって書いてる、多分。ルーム2って書いてあったんで、ルーム2をちょっと見よっか。
変わりはないよ。パワーを復旧させたらルーム2のやつを食べさせてって言ってんですかね。それともこのままいける？いけた。なんかバケモンの声が。もうちょっとね、綺麗に食べてほしいよね。うん、きちゃない。じゃあ、掃除しよう。ないよ。ないよ。満足したんでしょ？満足したからこんな食べ残ししてんでしょ？まったく贅沢なやつだ。ねえ。人間をさらってくるのもリスクがあるんですよ。ここがね、バレる可能性もあるし。そんなリスクを犯してまでね、連れてきた、あなたの食料。ね。こんな粗末に食べ残して。大変なんだからね、こっちも人を拉致してくんの。まったく。今おそらく、まだ足りねえぞって、もっと食わせろっていうことだと思うんだけど。食べ残すな。食べ残すな。オッケー、ピカピカ。それじゃあ戻って、また閉めればいいんですよね。はい。あ、メール来てる。基本マットっぽいね。ERF っていうのは組織でしょうね、これ、きっと。組織のまあ全体的な挨拶があった後、マットが一任して、連絡係になってるんだと思います。グッドワーク。あ、グレートワークか。どうやら、エンティティの名前は014っていう名前みたいね。今014がね、ハラス化してるってことっぽいけど。そうだね。もう寝ましょうって言ってるわ。はい。じゃあ寝ます。なんだ？は？嘘？嘘？開いた開いた。やばいやばい。待て、待て、開いたよね。ん？え？あ、夢？今の。違うもんね。ここじゃないもんね。形状的に。え？え？ちょっと待って。ルーム3が開いた？もしかして。まあ、違う。カメラ、カメラ、カメラ。ルーム3開いた？いや、違う。今のは夢だ。あそこが開く。マット。デイ3。で、映ったぞ、みんな。一瞬。エンティティの目が。すげえ独特言ってる。まあ、ビビるよね。今までさ、エラーが出てて、中が見れんかったのに、急に映ってて。そう、なんかね、マットのとこに、エンティティカメラって書いてあるから、あれ、なんか見れるようになったんかなって思ったんだけど、映ってました。おー、怖っ。え、じゃあ、イン。うわー。
行ったかな。3。はい。なんか今回はさらに盛大に食べ散らかしてますよ。美味しくないんですかね。過剰なストレスが多分溜まってると思うから、ちょっと肉に影響が出てきてるのかもしれない。すげえ食べ散らかしてる、コンパが。待ってね。ほら、さっきよりかは頭が残ってるもん、多めに。頭、頭部。はい。じゃあまた、掃除していきましょうか。破ってこいよね。あれ、待って待って。殺菌扉さ、ここじゃなかった？前方の扉？前方の扉が開かんかった。え、ちょっと待って。開くかも、これ。ここ開くかも。モップ作業が終わった瞬間、開いて、閉じ込められる感じ？なんか緊急措置が、取られて。外部に出さないようなセキュリティがね、働いて、ここがね、閉まるっていう流れじゃない？もしかして。どうだ？大丈夫？おお、よかったよかった。よかった。開かないよね。開かない。開かなかった。開かないよね、開かない。え、これ待って、エラー出るか？もしかして。いや、大丈夫、大丈夫。大丈夫。メール、こんくなったね。じゃあ、まあ、一応、見れんか。それじゃ寝ます。寝るのはいいんだけど、もう食事がないよ。最後はお前だって感じになる、もしかして。食事ないけど、補給は？おー、なんも起きんかった。補給は？補給。あ、メール来た。マット。レイドディス。なんよ、これ。あ、ハイドって書いてある。You are fed to the entity. エンティティが抜け出した、逃げろって多分書いてあった、今の。これはこれで終わり？なんか別のエンディングないんですかね。メールを見なかったらなんか襲われない可能性もあるから、そしたらなんか周りがね、なんか変化してるかもしれないから、ちょっと、メールを見ないで周りを見てみましょうか。まあ変化ないよね。で、ここら辺から抜け出してきたってわけではないね。多分どっかに隠れてんじゃない？どうだ？いや、変化はないね。ああ、もうこれメール見ないとダメっぽい。メールを見る前に、はい、エラー、残念。で、カメラは？いない。いない。いない。異常なし。で、ドアは？開かないんだ。なるほど。特にエンディングらしいエンディングはなかった。かなと。いう感じですかね。下に隠れてるってわけじゃないよね、事前に。変化あった、変化あった、変化あった。ノックしてきた。早くしろって。こっちはスタンバってんだって、お前を襲うために。本来のエンディングに行こうとしてるんだよって。だから早く、早く開けろと。ね、催促が来ましたけど、開けません。まだまだ見ます。何かないか。カメラはやっぱり変化がないです。まあまあ、つまりもうメールか。メールしかねえんだ。見るのは。もう一回行く？特に変化ない。出してくれー。死にたくねえんだ。メール見たら終わりなんよ。メール見たら。開いた。今よく見たけどね。ここの目の前にあるこの扉パカって開いてましたね。だからどっかの通路をね、伝って抜け出したってわけじゃなくて、ここを普通に開けて、主人公を襲ってっていう終わり方だったみたいです。はい。それでは、本日のフリーホラーゲーム、エンティティルームはここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。シンプルなね、飼育員ゲーム。
でしたけど、なかなか楽しめました。またこういった感じで面白いゲームとか見つけたら実況していきたいと思うので、よかったらね、遊びに来てやってください。よろしくお願いします。それでは、失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。